どうも中川大輔です。今月の肉の日がやってきますということで、今回もここコストコにやってきました。それでは肉の日、お肉買いに行きましょう。さあ今お肉買ってきました。もうお肉売り場に直行して、もうすぐ戻ってきました。最短時間でのショッピング完了です。ではお肉買いましたんで、家に帰って肉の日クッキングしていきましょう。ということでコストコでお肉を買ってきました。買ってきたお肉がこちらです。バン、 USA ビーフリブフィンガー。これがね、重さが 1.59 キロ、まあ、1.59 キロなんで、ものすごく大きいってわけではないですが、決して小さくもないです。今日はですね、これを使って焼肉をしたいと思います。まあ、普段だったら、ね、このまんま焼くとか割と豪快な料理が多いんですが、まあ、リブフィンガーなんで、一面ね、この筋がついてる部分があるんですよね。まあ、いわゆるこうカルビの形になるまで、ちょっと一手間必要なので、まあ、その筋を取ったりだとか、あとはタレに漬け込んで、こう、なんていうんですか、漬け込みカルビみたいな、ものを作ってみたいと思います。ということで、このリブフィンガーを使って今日は肉の日企画やっていきます。じゃあ、下準備していきましょう。じゃあキッチン移動。では今回もこのキッチンで調理していきましょう。まずはね、ちょっと袋から出してみましょうか。こんな感じです。まずはちょっとお肉の方にドリップが出てるので、それをこう取っていきたいと思います。まあ、バットにキッチンペーパーなんかを引いて、でリブフィンガーですけれども、こういうね、一本一本こういう感じ、こっち側のこの筋を取りたいんですよね。これがね、どうだろう、何本ぐらい入ってるのかな。結構入ってるよ。あ、これはでかいね。かなりでかいです。9、10、このサイズで、まあ、1.5キロっていうことなんで、重さ換算で10本、だから1本 150g ぐらいで、これなんかはもうかなり分厚さありますよね。美味しそうだ。でドリップを取って、じゃあ下準備の方していきましょう。ではやっていきましょう。 お肉を見るとね、こっち側とこっち側、まあ明らかにこの筋がついてる方とついてない方があるんで、このついてる方のこの筋を、取っていきたいと思います。どうやって取るのがいいのかな。まあ、ある程度こう厚さもあるので、まあ多少ね残ってもいいかなという感じで、あんまり切っちゃうとね、食べる部分も減っちゃうので、こう、あ、ちょっと切っちゃった。切りながら皮をこう持ち上げつつみたいなのが良さそうですね。これとか開ける筋ですね。うん、わかりますかね。1枚こう膜が剥がれたのが分かりますでしょう。こっちがさっきの表面で、裏面の方です。これがたらいいかな。作業を始めてから20分、25分ぐらいですかね。とりあえず全ての肉のこの膜剥がし終えたつもりです。ちょっと量は減ったね、やっぱりね。まあ、脂身の部分とその膜を剥がしたことで量は減ったかと思いますけれども、これをじゃあ、形を整えて下味漬け込みの作業に行きたいと思います。このお肉ですけれども、切れ込みを入れて味が染み込みやすくするのと、あとは残ってるこう筋を切って、食べる時に食感が良くなるように切れ込みを入れていきます。あとはね、厚さを均等にするのも大事だと思うんで、一部やってあるんですけど、まあ、やっていきたいと思います。じゃあこっちは何等分かしていきましょう。
んまりでかくてもあれか。分厚いとこはこう半分に開いてみてもいいかな。この方が食べやすいでしょ。この長さは長いままいけるといいな。よし、取っとこう、このまま。では中川大輔太鼓のお肉、今日使うソースなんですけれども、以前友人にもらいました吉田ズグルメソース、吉田ソースってやつですよね、超有名なやつですけれども、僕の友達の吉田くんからもらいました。吉田くん、ありがとう。じゃあ今日はこれと、もう一個ね、ちょっとうちに余ってたんですけど、以前ねこれ撮影だけして、あの YouTube で公開になってないんですけど、あのスペアリブの、キャロライナハニーのバーベキューソースがあったんで、まあスペアリブ用ではあるんですけれども、まあ味としては面白いかなっていう感じがするので、ちょっと入れていこうかなと思います。ということでジェネジー YouTube 動画、今日はここまでです。次回は下味をつけて、そして漬け込んで焼いていきます。次回完成編もお楽しみに。チャンネル登録、コメント、いいねボタンよろしくお願いします。